トヨタ自動車の創業者である豊田喜一郎氏が愛知県の定例議会を経て愛知県名誉県民の称号を授与されました。愛知の発展に多大な貢献。トヨタ自動車株式会社の創業者である豊田喜一郎氏が愛知県の定例議会を経て愛知県名誉県民の称号を授与された。愛知県は今年県政150周年を迎え、 これまでの150年の歩みを振り返り、愛知の発展に多大な貢献をしたとして、豊田喜一郎氏を検証した。この授与を受けて豊田秋を社長は、豊田喜一郎氏、及び創業時のリーダーを忍び、この度は、愛知県生150周年の節目にあたり、私どもの創業者である豊田喜一郎を名誉県民にご選出いただき、大変ありがたく、 嬉しく思います。私自身は木一郎に直接会ったことはございませんが、愛知県名誉県民に選ばれたと聞いたら、きっと自動車産業を起こす挑戦はみんなでやってきたこと。自分は仲間たちを代表して名前があるだけだと言ったのではないかと思います。当時は不可能とさえ言われた車作りへの挑戦や、 繊維産業から自動車産業への転換はもっと世の中を良くしたいという一心で一緒に取り組んでくださった行政仕入れ先販売店をはじめとする地元の皆様がいたからこそ成し遂げられたことだと思っておりますケース革命やカーボンニュートラルへの対応など自動車産業が100年に一度の大変革の時代を迎えている中私たちも今 自動車会社からモビリティカンパニーへのモデルチェンジに挑戦しております。今回の検証にあたり、木一郎や先人たちからは、未来のためにみんなで頑張れよ、というエールが、私たち現役世代に送られているようにも思えます、とコメントした。